どうも皆さんこんにちは、ヒロです。今回は冬のオープンカーを快適に楽しむ装備5つとおまけの話を2つしていきたいと思います。夏が過ぎてオープンが楽しい時期になってきていますが、寒くなっても快適にオープンを楽しめるようにどんな準備をしているかお伝えしていこうと思います。まず服装に関してですけれど、その時々の気温に合わせた普通の服装をしています。オープンカーといえどバイクほど風の影響は受けません。なので例えば先日気温が15度程度の晴れの日に出かけたんですが、パートナーは好きな服装をしていましたね。僕の方はこんな感じの薄手の服装をしていましたし、この条件なら服を 1,2 枚着重ねれば大丈夫。好きな服装で出かけられます。普段の服装に付け加えてオープンカー走行を快適にする装備として、まずマフラーかネックウォーマーですね。僕は首元が寒くなりやすいたちですし、露出している首元はそもそも寒くなりがちなので一番最初に装備しちゃいます。ハイネックの服や襟を立てるのもいいかもしれませんが、快適さはやっぱり高さもあって密着度も高いマフラーがいいですね。ちなみにマフラーより防寒性能はちょっと劣りますが、スリムで取り外しても荷物になりにくいネックウォーマーを個人的には使用していますね。次に帽子です。やっぱり頭頂部は渦巻いた風が当たりやすいので帽子でガードしたいところです。ちょっと厚手の方が保温性もあって、さらに耳の部分も覆えるものがいい感じです。こういう時だけは飛行士のあの帽子のデザインの優秀さがわかります。使ったことはないですけれど、ちなみにツバがあると飛んでいきそうと心配した方がいましたが、ツバをこうめっちゃ上向きにするおしゃれな人とかだと飛ぶかもしれません。でも普通に被る分には何ともないので、ツバがあっても大丈夫です。ただツバがあることで視界が少し狭くなるので、情報の視界もなるだけ広く取りたい方はないタイプの方がいいですね。ここまでが気温10から15度程度の装備です。意外と普通だと思います。暖房がよく効くおかげでもあります。ちなみに女性に13度の曇りの日にどんなものを着るかと聞いたら、こんな格好をしてくれました。帽子にマフラー、上にはダウンと、さらに風を通さないものも羽織ってます。足元もあったかそうな靴。これで快適だったそうです。もう少し寒いとヒートシーターも作動させていますね。これはマジで快適だそうです。ここからは気温10度未満で装備するものの紹介です。一つ目は膝掛けですね。ジーンズの下にはレギンス、もも引きを着てはいますが、やっぱり風をちょっと通します。防寒防風のズボンを履けばいいんでしょうが、残念ながら持ち合わせがないので膝掛け1枚あるとだいぶ違います。そして手袋ですね。送風の設定をこれにして手に当たるように調節しても限界があります。僕の場合は自転車用の手袋を流用していますが、これを使用してみて感じることは、指や手にフィットしている、ハンドルと接する箇所は滑りにくい、生地は薄手のものが操作感覚が鈍らないですし、薄くても暖かく感じられるのでおすすめです。ちなみにこの手袋は破けてるんですが、こいつ獣に食われました。最後にカイロです。使うのはよくある使い捨てカイロではなくて白金カイロですね。アウトドアアニメに出てきて一時話題になった気がします。こう首からぶら下げて心臓とか、太い血管に近い位置に身につけるとあったかいです。まとめると身につけるものについては、一つ目はマフラーもしくはネックウォーマー、2つ目が帽子、3つ目が膝掛け、4つ目が手袋、5つ目がカイロ、これらを準備しています。
走行した時の風がこうガンガンに当たるわけでもないですし、暖房もあるので意外と大丈夫です。こうオープンカーに乗るから特別に準備するものというものはなくて、膝掛け以外は普段外へ外出する時に身につけるものをそのまま身につけている感じです。というわけで、冬のオープンカーを快適に乗るために装備しているものについてでした。じゃあ最後におまけです。サンバイザーを跳ね上げれば風の巻き込みが少し軽減すると聞いたことがあります。まあ有名な話かもですね。試してみてください。ちなみに僕は今回初めて試してみましたが、正直なところあまり変わらない気がします。うん、はい。じゃあ2つ目、アクティブトップが作動する温度の範囲はマイナス10度から80度の間。さすがにマイナス10度でオープンにしようとする人はいないと思いますが、作動温度についての豆知識でした。皆さんはどんな服装や工夫をされていますか？よろしければコメントで教えてください。それじゃあまた。